きも二刀ですね。二刀でいきますね、今度。あ、彼の多分持ち武器が二刀なんでしょう。なるほど、裸。ちょっと裸だと変な感じね。かっこいいな。かっこいいっすね。またややこしそうな。お、あら、これですよ、これ。ええ、なんか予想と反して、なんか作っていくのか。そうですね、あのこれは猫なんですけど、あの貨車です、妖怪の貨車が非常に、めっちゃ可愛いけど、あのどでもド S です。ド S、 ムチを振ります。はい、これが強いんだ。これ映像にもいたやつですよね。そうですね、先ほどの映像にも登場した妖怪になってます。ああ、こうやってそうですね、妖怪技を使うとああやって避けることもできるので、今が避ける、今気力を削り切ってダウンさせて組打ちを決めました。おお、避けた、すごい、何その技。あそこ崩れるんですか。そうですね、股の間は崩れ、でもなかなか狙うと危ないですけど、今常闇状態になりましたね。この常闇の中になると、はい、妖怪の敵も強力になるので、技とかいろいろ変わってきます。じゃあ今ちょっと危ない、危ない状況ですね、今。本当ですか。ほら、陣で特に返しました。すごい。あ、しかし、危なかった。わ、出てくる。そうですね、雑魚を召喚し始めました、敵が。あ、厄介。ただ雑魚はまあ弱いんで、はい、さっと片付けて押すと。あ、でも落ち着いてますね、やっぱり。そうですね、冷静でしたね。すごい、あの車の間のところを抜けて、ねえ、うん、で攻撃のタイミングをうまく進んで、あと半分ですね。頑張れ、スノーデさん。早い。もうちょっとでダウン取れそうなんですけどね。おーおーおーすごい、やってる、すごい。なんだ今の。これはあの二刀のスキルなんですけど、弱点の属性に今燃えてる敵なんで、はい、普通属性で殴りまくったんで一気に削りましたね。もう大ダメージ。はい。また敵ももう本気なんで、また常闇になりました。もうちょっと、もうちょっと、やばい、もうちょっとだな。あ、体力あと少しですね。逆にどう調理してやろうか。決めましたね。おお、すごい、すごい、すごい、見事達成。喜んでる。素晴らしい踊りを見せて。